裏路地の映画監督をやっております夏目太一郎です。裏路地の怪談アイドルをやっていますさやかスターです。お願いします。ということでね、はいはい、今日も怪談話なんですけれども、さやかスターさん、なんかどこから聞いてきたの、はい、このコーナーは怪談アイドルさやかスターが最近聞いた怪談を取って出しで語ります。ぜひコメント欄で怖い怖くないのジャッジをしてください。よろしくお願いいたします。奥村さんっていう男性から聞いた話なんですけど、まあ、その人多分55歳なんですよね、くらいなんですよ。多分55歳って言ってたような気がする。結構ピンポイントついてきたね。その人がまだ小学生だった頃に、年の離れた兄がいたんですって。はいはいはい。ですごく可愛がってくれて、でもそのお兄さんが、あの急死、なんか心不全、ほんと突然死って大体が心不全で片付けられちゃうんですけど、心不全で亡くなっちゃったらしくって、まあ、その時あの家がね結構、まあ、昭和の家っていうか、まあちょっとお父さんも怒ると殴るし、もう本当もう殴る蹴るは当たり前で、まあ、今の時代で言うともう虐待ぐらいまではね、結構、まあ、昔も虐待だけどね、そうそう厳しい家庭だったんですって、で兄ちゃんは結構そんな年の慣れた自分に、まあ、ちょっと早くここ出ていこうねっつって、俺一生懸命稼ぐからねって言い聞かせて、なるほど、まあ、ちょっとでも我慢しようね一生頑張ろうねって言ってくれたお兄ちゃんだったんですよ、けど突然死んじゃって、すごい落ち込んだんですって、そのお兄さんの葬式の時に、あの自宅かその葬式場か分かんないんですけど、あのお兄さんがねこう遺体横たわってて、花がバーッとこう敷き詰められてて、でそのその棺の中にね、棺の中にもいるってことね。そう、棺、そしてろうそく立てられてて、その次に、まあ、あのお兄さんへの贈り物みたいな、バーって並べてたらしいんですけど、その、あの自分は、まあ、あのあんまりねお金なかったからお家に、あのちょっとしたお小遣いでお兄ちゃんがよくあのコーヒー牛乳飲んでたらしいんですよ、まあ、それをちょっとグラスに入れて、コーヒー牛乳目いっぱい甘くしてこう置いてたんですって、まあ、そしたらあのこうお坊さんがお経を読んでる間に、あのそのグラスがパーンって割れたんですって。そしたらあのその、まあ、ガラスだったんですけど、それがパーンって撒き散らかして、その中に入ってあったあのコーヒー牛乳バーって撒き散らかしたんですけど、そのお坊さんの後ろでこうやって聞いてた、あのその奥村さんと親戚たち、みんなにかかっちゃったらしいんですけど、奥村さんだけあの本当奥村さんのゾーンだけかからなかったらしいんですよ。おで、あもう僕はなんか兄に守られてるんじゃないかって思うんだよねって言ってくれたんですけど、その人が、まあ、大人になってから結婚して、奥村さんもね、奥村さんが、であの奥さんできたらしいんですけど、まあ、奥さんも今、まあ、亡くなってるんだよねって言って、あのその時にあの交通事故で亡くなっちゃったんですって。でそれちょっと悲しい話なんですけど、自分と一緒にデートというかショッピングモールかなんかに出かけていて、でブルルルルって電話かかってきたんですって、してあの自分だけ立ち止まって、そしたら奥さんあの自分の目の前にいて車にビューってはねられちゃって亡くなっちゃったんですって、でその電話なんですけど、あの非通知だったんですって、で入って出てもで、まあ、もう目の前で引かれちゃってるからあの何も分からなかったんですけど、あのもう誰からかも分かんなかったんですって、で、そういう出来事があったけど、悲しいけど、まあ、兄だったんじゃないかなって思ってるみたいな。なんかそれさ、なんかあのそういうお兄さんがその、ね、守ってくれてるとも取れるし、もしかしたらお兄さんがすごい溺愛してて、その奥村さんに関わる人をっていう風にも取れるなと思った今。なんかそのまあまあ、まあね、その親戚とかにバシャってかかったのは、まあなんかねそういうお前以外はなんか 俺たちにそういうことをそういうひどい目に合わせてきたんだろうってことでバシャってなんかかけたっていうのもあるかもしれないし、その後奥さんになった人は俺の弟を本当に幸せにできるのか、うちの弟を取るなみたいな風に思ったとも取れるなと思っちゃった。
そしたらもしかしたら守ってくれてるっていう風なのかもしれないけど、でもそうなんか両方とも取れるなと思っちゃって、まあ、ちょっとヤンデレっぽいけど、うん、まあそうなると、うん、今奥村さんって25歳ぐらいなるあの子さんいるんですって、息子さんいるんですって、で、まあ、そっから父子家庭で、うん、ずっとその息子を育ててきて、うん、なんかまあ今兄が絶対に守ってくれてるとは言い切ってるんですけど、うん、まあ、そういう夏目さんの解釈なら、まあ、次狙われるのって息子さんですよね。どうなんだろうね。守ってくれてるんだとしたら、でもまあうーん、このままね奥村さんに何にもなくね、健康的に、うんうん、でもさ、なんか奥村さんがそう信じてるってことはさ、なんか そういうことなのかなとも思うよね。そのね、どっちかってそういうね、そうお兄さんが、まあ、やっぱ守護霊的な感じで守ってくれるのが一番ね、うん、平和的というか、それがね望ましいですね。私あのいつも夜のバイトは居酒屋さんで働いてて、うん、0時までやってんですけど、うん、居酒屋とかバーというか、うん、で、あのまあちょっと更衣室も結構暗いんですよ、電気ついてなくて、うん、で、まあ電気ついてるんですけど、本当にショーみたいな、うん、ショーみたいな明かりしかついてなくて暗いんですけど、うん、ちょっと女の子が一緒のバイトでね、でちょっとあの先に上がったんですよ、うん、私より早く出勤してたから、うん、先に上がってたんですけど、まあ、そして私も全部お皿とかね、あの拭き終えて、うん、まあ、ちょっとあの明日のセットして、でよし帰ろうって思って店長と帰ろうとしたら、そしたらあれって私のカバンないぞってなったのが11月の12日の深夜なんですよ。次の日誕生日なんですよ、うん、私13日の誕生日だから、うん、っつって、でそれでもうほんと 日がまたぐまでというか、まあ、日またいでたと思うんだけど、そっからずっと探して、更衣室めちゃくちゃなんか更衣室というかそのもう物置部屋みたいな、うん、もうほんと物が多くって、でそれも全部ひっくり返して、私も次の日ダンスのレッスンだったし、うん、もうほんと帰りたくて、でその次の日はまたライブだったから、うん、衣装も欲しいし、ちょっと今日帰れないなんてありえなくて、一生懸命探したけどなくて、カバンがなくて鍵入れてる、うん、え、まずい、どうしましょうって言って、ここ泊まっていいですかって言って、ダメだよってなって、うん、そうだよなってなって、まあで私もう東京フラフラ歩くしかなくて、それでもえじゃあってなっちゃうの、店長、あの、うん、ないんだじゃあねって書いちゃったの、なんかその後、まあちょっと一緒に探してくれたり、うん、ちょっとなんとかこうどうしようかねみたいな。でも、まあ、早く帰ってほしそうだったから、うん、まあ、そうだなって思って。帰って言ってたって、うん、もう、何もないでしょ、だって。だから、ね、カフェとかさ、近くにないのかなとか言って。あ、うん、なくて。でも結局、なんていうの、どうやって解決し、え、だから、私、次の日に千葉で、うん、あの、ダンスレッスンだったから、もうそのまま、もう始発までちょっと歩いて、うん、都内を。マジで、うん、うん、まあカラオケとかも行こうかなと思ったけど、うん、本当に電車賃とあともう1000円ぐらいしか私手元になくて、うん、給料日前だったから、うん、通帳もあの財布の中でそのカバンの中だし、うん、いや本当ちょっと一瞬盗まれたなとは思ってたんですけど、うん、で船橋までとりあえず行って、うん、船橋でもう本当朝5時ぐらい始発で行ったから、でダンスレッスン9時ぐらいから始まるから10時か、うん、それまでちょっとの間でも寝ようと思って寝カフェに行って、うん、3時間パックでって言って横になって、やっぱ寒くって、うん、一晩中こう歩いてたし、うん、なんかちょっと風邪ひいてて多分、うん、でブランケットかぶってもう、で隣からもううるさいいびきが聞こえるし、なんかどんどんうるさいし、うん、やっぱ私そんな神経質じゃなかったと思うんですけど、うん、やっぱ誕生日当日にこれっていうのが多分辛すぎて、うん、なんかちょっと なんだかなって思ってたんですよ、うん、寝つけなくって、うん、そのままもう一睡もしないままダンス行って、もうちょっと踊ってよーしって言って帰ろって、まあ、結局その帰り道の時にまあ会ったんですよ、ちょっとバイト先の女の子、ごめん、あ、バイト先のグループラインにちょっと私の深緑色のバッグって知りませんかって言ったら、うん、ありましたっていうのがもう夕方以降に帰ってきて、うん、よかった盗まれてなくてって思って、え、ありましたって更衣室にあったの、私が持って帰っちゃってましたって言われて、あ、なるほどね、でも誰のか分かんなくて連絡ができなかったとか言って、あ、そうなんだ、まあ、でも私のだからちょっとどこ私がもう向かっ
うからちょっと返してって言って、うん、まあ、神奈川のね、あのところにまで行って、その子の家まで行って返してもらって、そう持ってきてほしいよね。あ、でも、もう仕事だったんですって。だからまあ、私も結構そういう人に迷惑をかけちゃうミスってしちゃうから、まあわかるなと思って。あ、まあ、だし、盗んでなかったから、うん、まあちょっと安心したというか、うんうん、なんか人の悪意が絡んでなくてよかったって思っちゃって。へぇー。っていう、まあ、誕生日って毎年何か起きるんですよ。ひどいことが。なんかトラブル続きなんですよね。呪われ。アイドル始めてからなんですよ。ということでね。はい。誕生日おめでとう。ありがとうございます。あ、ちょっと待って。そういえばさ、ちょっと待って。手あげようと思ったけど。嬉しい。何ですかそれ。見て、ほら。誕生日プレゼント。誕生日プレゼント。スーパーフルーツ青汁ダイエット。あ、でも美味しそう。うん。これ。美味しそう。興味しくない。で、スッキリ。スーパーフルーツ青汁ダイエット、フルーツミックス風味と。これはじゃあ。これで、ありがとうございます。はい、これで、あの少しシュッとなってます。あ、頑張ります。